コルビー大学はアメリカ合衆国メイン州ウォータービル市に位置する4年制私立大学である。1813年に設置された。学生総数は約1800名、毎年81カ国から受け入れている。アメリカ全国で12番目に古いリベラルアーツカレッジである。アメリカ合衆国東部にあり、 トップレベルの質を有し小規模な教養中心の私立大学の集まりであるリトルアイビー校の中心的な存在である。他のリトルアイビー校同様、学生の多くは卒業後、ロースクール、ビジネススクール、医科大学院などの専門職大学院や様々な分野の修士、博士課程に進学する。これらの大学の出身者には、政界、財界、実業界、 学級分野で活躍する著名人も多い。ミラーライブラリー、コルビー大学は1813年メーンリテラリーティーロジェクルインスティチューションという名前で設置され、1821年にウォータービルカレッジと解消された。後にメイン州出身の実業家ガードナーコルビーが多額の寄付をし、最終的にコルビーカレッジと名前を改めた。 1871年にリベラルアーツカレッジでは、初めて女性エメリーローが入学し、驚学となった。2013年に200周年を迎える。ベ紙シニュースワールドレポートでは、アメリカの全米リベラルアーツ大学中2019年度は11位にランクされている。入学希望者のうち8.9%しか入学できないとてもハイレベルなリベラルアーツカレッジである。 入学生の平均サットスコアは1500点、アクトスコアは34点である。入学に必要なこれらのコーテストスコアは、名門 IB 大学と際はないか、もしくはそれらを上回る、ハーバード大学入学者の平均サットスコアは1512点、アクトスコアは34点。コルビーカレッジは1、2年次に、人文科学、自然科学、社会科学にわたる、処分、 学生10人に対して教授1人で講義はほとんど少人数制のため議論、プレゼンテーションが中心である。学生の34%は専攻2科目、もしくは専攻1科目と副専攻1科目選んでいる。また教授の98%が博士のスポーツリーグ亀校でもある。メイン州の名門リベラルアーツカレッジボダンカレッジ。 レイツカレッジとの対抗戦は50年以上の歴史がある。寄付金は2018年度8.28億ドルで、学生一人当たりは40万ドル以上である。そのため、学生向けの奨学金制度が充実している。学生の約半数が平均4万ドルの奨学金を受けている。外国人学生への奨学金も充実しているので、外国人学生の比率が9%を超えている。 また、親の年収が15万ドル以下の場合は7万ドルの学費を最大1万5千ドル程度に減額する制度も2019年入学者より開始された。1877年からコルビエコーという学生新聞を毎週発行している。学内には WMHB89.7FM というラジオ局があり、付近地域及びインターネットで毎日学生の dj で放送をしている。ありがとうございます。